はい、それではこの表題の文献を紹介させていただきます。概要です。この論文は、CNN のエンコーダーデコーダーを使ってグラマティカルエラーコレクション、文法曖昧訂正をするという論文です。それに加えて以下の検証を追加で行いました。まずこの論文だと CNN を使っているんですが、これまでの RNN の手法との比較を行いました。あとプリトレインされたワードエンベディングを使うことの有効性というのを調べました。早速ですがモデルの説明です。で、マルチプルコンボリューショナルエンコーダーデコーダーニューラルネットワークを使って曖昧訂正を行います。これがモデルの図なんですけど、エンコーダーデコーダーなんで左がエンコーダー右がデコーダーで、その入力単語に対してコンボリューション畳み込みで、情報を引き出して、訂正を行うと。で、その時に、入力エンコーダーとデコーダー両方でその層の数をこう重ねて、この論文だと7層というレイヤーを重ねてモデルを構築しています。で、先ほどのモデル その入力のところですね。で、単語のエンベディングを使うんですけど、その時に、プリトレインのワードエンベディングを使用します。で、ここでは、ファーストテキストでワードエンベディングを事前学習しておいたものを使用します。で、このファーストテキストで事前学習をすることによって、小規模な学習者コーパスではなくて大規模なコーパスを使って学習することができるのと、あと、ファストテキストなんで未知語っていうのがなくなって低頻度語にも対応できるっていう利点があります。で、それから、単語の予測の時に、スコアを元に単語を予測するんですけど、その時に、モデルのスコアに加えて以下の2つのスコアを、考慮します。それがリスコアなので、一つはエディットオペレーション、これは入力文と出力文の間の置換や削除挿入の回数の組成に加えます。もう一つがランゲージモデルで、この場合だと5グラムランゲージモデルを構築しておいて、その出力文の言語モデルスコアというのを組成に加えます。で、プラス出力分のトークン数も組成に加えて、スコアを再計算して出力するということをします。で、使ったデータセットはこちらになります。これは飛ばします。で、結果なんですけど、ちょっといっぱいあるんですけど、見てほしいのはこの this work のところで、この ML コンブって書いてあるのが、ただのマルチレイヤーのコンボリューショナルネットワークで、それがこのスコアで、それに対してプリトレインのエンベディングを使用した時のスコアがこちらで、プリトレインのエンベディングを使うことで、スコアが上がっていることが分かります。で、さらに、アンサンブルを用いて、ここだと4つのモデルをアンサンブルしてるんですけど、アンサンブルを使うことで、スコアがまた向上します。で、さらに、リスコアでエディットオペレーション、でさらにランゲージモデルを追加することで、またスコアが向上していることが見れて、で、最後にスペルチェッカーっていう別のモデルを最後につけることで、少しだけスコアが向上しています。で、この最終的な結果が、これまでのステートオブジアートと呼ばれてきたシステムのスコアよりも高いスコアを出していて、ステートオブジアートのスコアを出していることが分かります。それから、RNN と CNN の比較なんですけど、ここでは3つの
モデルを比較していて、一番上がバイエル STM、 これがバイエル STM のアテンション付きのモデルです。で真ん中がシングルレイヤーコミュニケーションネットワーク、一番下が提案手法のマルチレイヤーのコミュニケーションネットワークです。で、まあ、この F スコアを見るとバイエル STM よりマルチレイヤーコミュニケーションの方がスコアが高いということが分かります。でただプレッションの値を見てみると、バイレス TMA の方が高いスコアを出していることが分かります。でこれをもうちょっと詳しく見ていくと、こちらがその RNN と CNN のアテンションのグラフを表したものです。で左側がバイレス TMA のアテンションで、一つの単語に対して一つの出力単語、その1対1の関係が強く現れているようなアテンションになっていて、一方で CNN のアテンションの方は、1対1っていうよりかはその周辺の単語にも、ある程度注目している、である程度その文脈を考慮したアテンションが触れているのではないかなと思います。RNN の方は、入力コーパス中の、入力単語の頻度に大きく依存していて、出力される単語の選択肢がそもそも少ないためプレッションが高いのではないか。で CNN の方は、RNN よりもその周辺の単語をより捉えようとしていて、コピーよりも訂正することをより好むということでリコールが高いのではないかなと考察しています。で最後にエンベディングの初期化ですね。ここでも3つ比較していて、ランダムとワールドベックで提案手法のファーストテキストを使ったそれぞれのスコアを出していて、ここだとファーストテキストを使った方がよりスコアが高くなっていることが分かりました。はい、まとめです。コンボリューショナルエンコーダーディコーダーで曖昧訂正を行いました。 CNN のモデルよりもこのモデルでは RNN、 CNN がこのタスクだと RNN よりも有効であるということを示しました。プリトレインワードエンベリングやランゲージモデルとエディットオペレーションの リスコアリング、あとアンサンブルを用いることでステートアートのスコアを達成しました。以上で終わります。